はようございます。今日は7月29日月曜日です。はい、今日は、今から D をお迎えに静岡まで行きます。今 D は仕事で下田の方におって、で、一旦帰ってきて、でもう一回群馬に行くっていうのは結構なロスなので、私が、静岡まで迎えに行って合流して、でそこから群馬に行くっていうような段取りでございまして、今、一人で静岡へ向かっております。一つ懸念点、大きな懸念点があって、関東の方に行くときは伊勢湾岸道っていう道を通らんといかんねんけど、まあいかんわけじゃないんやけど、それが一番早いんやけど、なんやけどさ、そこはさ、このジェットコースターみたいな橋があるんよ。私の大嫌いな、超怖い。そこの橋はやっぱり今の自分の状態からするときっとパニックがちょっと怖いので、だからもう危ないから、今回は下道で行こうと思っております。長島までは高速道路で行って、で長島で降りて、そこから下道で刈谷ハイウェイオアシスまで行って、で刈谷ハイウェイオアシスから、高速乗って静岡まで行きたいと思います。その橋はさ、結局さ、高所恐怖症 やからさ、その怖いっていうのがまず一つと、あとはさ、逃げれへんやん。高速道路って途中止まったりとかすることができやへんし、みんなすごいスピードで行くから、そこで邪魔すると逆に危ないからさ、だからその逃げれないっていう状況がそこでも生まれてしまうもんで、ちょっとパニックが起こりやすいんやけど、あともう一つは予期せぬ渋滞にはまった時、予期せぬ渋滞にはまった時に、なんでどうしようどうしようってなるかっていうと、トイレ行きたくなったらどうしようが来るんよ。で別にさ、トイレ積んどるからさ、止めて、最悪な、もうどうしようもないってなったら止めて後ろトイレ行ってってすれば別にいいだけのことなんやけど、まあそこで一つ、まあでも安心材料がこの車やったらあるっていうことと、あとはお漏らししても大丈夫っていう思い込みそう、そういうのとかと、あとなんか音楽とか気を紛らせれるもの、ポッドキャストとかなんかそういうものをちょっと準備はしてきました。面白いポッドキャストとかさ、そういう聞いてそっちに集中できたらいいからさ。はい、そんな感じで今、高速のインターに向かっております。お腹すいたなあ、だって4時半から起きとるんやもん。お腹すくよな。ということで、おにぎりを作ってきておりますので、おにぎりを食べたいと思います。これもな、 D と一緒におったらコンビニ寄ってなんか買おうってなるんやけどさ、コンビニに寄るのも一つまたさ、ストレスやんか。なんか止めて、車止めてみたいなさ、で寄ったコンビニに思っとったものがなかった時に何買っていいかわからんみたいなさ、なるからさ。なるべくリスクを少なく準備周到、用意周到で向かっております。うん、おいしい。中は梅干し、もくち麦雑穀玄米ご飯。久しぶりにストーブ鍋で炊いたから美味しい。最近もさ、冷凍弁当をさ、どさり作るようになったもんで、ご飯を炊飯器で炊くことが多くなったんやけど、でもやっぱりさ、ストーブで炊くご飯は美味しいからさ、もうおにぎり用にと思ってちょっとな、3合分ぐらいだけな、炊いといて。そう、ガソリンもな、まだまだあるけど、高速乗る前に行き慣れたスタンドで入れとこっかな。なんか減ってきた時にスタンド探したりとか、またそれも大変だからね。まずは無事に
合流できること優先して頑張って行きたいと思います。めっちゃもうめっちゃストリートビュー見たから下道で行ってもさ、結局さ海や川はさ渡らないかんわけやんか。川なんかな海なんかな。でそこの橋が同じやったら意味がないからさ、だからさもうそこの経路をずっと全部ストリートビューで見て、あこのタイプの橋やったら大丈夫とか、そんな感じで Google マップとにらめっこして、その下調べの準備にめっちゃ時間はかかったけど、ちょっとな安心ではある。スタンドに着いたのでガソリン入れてきます。はい、ただいま13リットル入りましたそんな入れる、ガソリン入れやなっていうぐらいの減りようじゃないっていうか。さあ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 、天気がよろしいですね。高速に乗ります。そろそろ長島です。ここで降りて一般道で走っていきます。ここから初めての道やからな、ちょっとドキドキです。さあここからは下道やから、ちょっと気持ちを楽にしてゆっくり行きたい。初めての道やからちょっとドキドキやけど、安全運転で行きたいと思います。ちょっと楽しみながらね、観光気分で楽しみながら行きたいと思います。名古屋に入ったんですけど渋滞になりました。まあでもこれは想定の範囲内なので大丈夫、ゆっくり行こう。どうしたんか、好き、ゆっくりしたの。なんかゴーちゃんたちが一緒に追ってくれるからね。無事に一般道をカリアハイウェイオアシスに向かって走っとったんですけど、その怖いところを過ぎた後の湾岸の乗り口があったんで、そこから乗りました。豊明やったかな。もうこれでいつもの道に乗りました。なんやけど、まあ、カリアパーキングエリアで一回泊まって休憩したいと思います。あと1分、よかった、高速に戻れました。すっごい寄り道、あれまっすぐそのまま行けとったらさ割とすぐなんやけど、あーすごい疲れた。でもよかった、よかったね。ご主人ちょっと休憩しようね。高速道路は走りやすいわ。さっき走ってきとった道は道幅も狭いし、通っとる車が大きい車ばっかりやったからさ、トラックばっかりやったから結構走るの気使った。はあ、でも橋のああいう怖いポイントはなかったからよかったです。まあこれで一つ安心して行けるっていうことが分かったので、時間に余裕さえ持てればよかったよかった。いい経験をした日になりそうやな。ツアーですね。どうぞどうぞ。はい、トイレに行ったらさ、すっごい行列でさ、もうそんな待っとるん嫌やわって、帰ってきて車で済ませました。でちょっとこういうおやつを、これはさ自分で作ったやつなんやけど、純ココアとココナッツオイルとマヌカハニーとあとはナッツとデーツと入ってます。甘いものすごいな、美味しいんやけど、柔らかくすぐ溶けるし、手につくからさ、これで巻いとんの。うん、おいしい。そうそう、ほんでな、今走行充電器はオフにしとってソーラーだけで充電してます。 90% 超えとるからね。じゃあ、お利口さんに、お利口さんに、
どう？ドキドキしちゃう。はい、どう？鑑識歩けそう？歩いてみ？どう？どう？いけそう？いけそう？なんか変な感じするね。多分大丈夫。なんか前上手に歩けた。上手に歩けとる、歩けとる。かんちゃん上手よ。うん、怖いな、人が怖いもんね。頑張れ頑張れ。トイレ遠かったね。よしよし、いけそう。そうやな、頑張れ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 。あ、暑いからな、それ慣れやな。頑張れ頑張れ。そこはダメよ。いやもう暑すぎてマジでやばい。ちょっとオロナミン C 買ってきました。ちょっとこの手ぬぐい大活躍ですわ。よっしゃ、さあ気合い入れていこっか。行きましょうか。よろしいですか。はい、あとはもう高速道路を走っていくだけなので一応安心はしていますが、まだ、合流地点までどれぐらい147キロありますんで、安全運転で行きたいと思います。もうやっぱさ、バンコさ、あの靴をまず履かすのに時間かかるやろ。ほんでなあ、歩かせるもなんか慣れてないからさ、1人ずつの方がいいなと思って。あとはゴーちゃんがさ、あの足触ると割とな怒ってくるからさ、ゴースケはさ、あの車の中でもさ上手にトイレできるからさ、やで連れてかんでもいいかなと思っとったんやけど、なんか行きたそうやったから、そしたらちゃんとさお利口に靴履いたってさ連れてったけど、すごい嬉しそうやから、すごい私も嬉しくなりましたが、ちょっと疲れた、はあ、よし安全運転で行きます。今どこに向かっとるかっていうと、 D が下田におって、でそれを迎えに行く感じやから、静岡あたりでなんか美味しいもん食べれたらいいなって言うとって、そしたらさ、なんか結構みんなさ爽やか爽やかって、爽やかがうまいうまいって言うとるからさ、ちょっと食べてみたいなと思って、今爽やかの静岡インターチェンジ店かな、なんかそういうところに向かっております。 1.5 キロ目的地やって、嬉しい。いやーなんだかんだ長かったな。これでも朝早くから起きてなくて、普通に通常通りちゃんと睡眠できとったら、もっとあの楽に来れたやろな、きっと。でもあの一般道がどういう感じかが分かったから、次からは多分大丈夫。これや、爽やかって書いてある。ありました。目的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は晴れ、降水確率 20% です。到着しました。最高気温35度です。水分補給にご注意ください。水分補給まで言ってくれるんや。到着しました。到着しました。ゴースケたち久しぶりやもんな、会うのな。Dに会うの久しぶりやから大興奮。はい、30分待ちということでございましたので、また車に戻ります。いかがですか。オニオンで。オニオンで。ありがとうございます。
クのハンバーグ爽やかの一番塩加減でお待ちしますが。はい、じゃあもう一度焼き上げます。このままお待ちください。はい、失礼します。ソースはおかけしてもよろしいですか。はい、お願いします。じゃあ、ミランバーグですね。はい、羽を収まりましたら召し上がりください。ちょっとのおかけしてよろしいですか。うまそう。ジュージューです。お待たせします。これは焼いてくれへん。こういうトマトだ。これでも食べきれる気がしやん。どうする？食べる？私の分が残ることを見越してやっててんの。うん。すっごい肉の香りがしますね。うん。さわやか、どうやった？うまかったよ。うまかった？うん。私も美味しかったよ。でも一個も多かったからって感じかな。うん、あ、みんなが美味しいって言っとるのはこういうのを美味しいって言っとるのかっていう、そういう感じ。うん、こう共有できたっていう感じやな。はい、というわけで無事に合流ができました。いろいろ下調べしたりとかして大変やったりとかもしたけど、まあ睡眠不足じゃない状態でちゃんと余裕がある時間にな、そういう感じやったら大丈夫かなっていう、そういう結果でございました。結果でございました。うん、ちょっとまた一つ自信ができたな、私な。ありがとうゴースケ。ゴーちゃんあれやもんな、靴履いて今日お散歩したもんな。もうちょっと、もうちょっとさ、もうちょっと、もうちょっと日が落ちてからお散歩しような。今暑いな。はい、というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。X、インスタやっておりますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、お疲れ様でございました。ありがとうございます。バイバイ。おやすみなさい。